これから免許を取ろうとしているそこのあなた、運転に自信が持てないそこのあなた、プロレーサー大湯俊樹が運転技術を教えちゃいます。プロレーサー大湯俊樹です。今回ですね、一般道の走行の仕方初級編ということで、これオートマ車の S660 っていう車になるんですけど、そのこのオートマ車を使って一般道のスマートに運転できる走り方ですね、実際にレクチャーしていきたいと思います。それでは初級編ということで、皆さん行ってみましょう。ブン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 。まず乗り込むときはハンドルをできる限り持って、手すりを持つような形で左足から乗り込む、これが基本です。はい、でまず最初にシートベルトをつけます。シートベルトつけないとダメだからねシートに座った状態の時に、結構運転初心者だったりとか苦手っていう方に多いのが、ハンドルを近く持ちたがる、背もたれを立てて乗っちゃう方が多いんですけど、この足回りのですねスペース狭くなってしまう、膝が当たってしまったりとか、アクセル、ブレーキだったりとかもこう入れ替えするときに太ももから力が加わるような形になってしまって、入れ替える動作がすごく大きくなってしまうので、あまりこう近すぎるっていうのは良くないです。そしてできる限り高い目線から見たいっていう欲求に駆られがちなので、こうやって座ってるとどうしても目線が上からの状態になってしまうので、結構下を見るような形、そうするとですね、遠くを見れない状態になってしまうので、何か遠いところにね事故があった、急な動作が必要になった時とか、すぐに気づけない多重事故に繋がってしまったりとかっていうのがあるので、そこがポイントですね。ハンドルが逆に体が離れすぎてる人っていうのもいます。背もたれをこう結構後ろ目に倒して乗る方、車にちょっと慣れてきたっていう人は片手でこうやってね運転したりっていう人結構いない？いるよね。いるね。いるよね。ハンドルを切った時、一番こう打楽が切れたタイミングのところで腕が伸びきっちゃう、手が微妙に足りないってなってしまうので、これをやっちゃうとこういちいち曲がるたびにこうやって前に体を起こしてこうやって曲がるっていう風にしなくてはいけないので、目線もずれてしまうし、体幹もぶれて横に揺られる形になるので、ハンドルさばきも不安定になってしまう。っていうところで何を気をつけたらいいかっていうと、まず足ですね。アクセルを踏み切った時、ブレーキを踏み切った時に45度ぐらいのこの角度になるといいと思います。足の位置が決まりました。その次にシートの位置ですね。これはハンドルの位置に合わせて、自分がこう切った時にも肘が軽く曲がってる、でシートからこう体が動かさない状態で切れる、この状態が理想的です。はい、でここで結構重要なポイントなんですけど、基本的にシートの高さに関しては、これどの車でも一番マックスで下、これは何でかっていうと、重心が高い分体が揺れてしまうっていうのが一つと、やっぱり目線がねこう上から下に見るっていうのがあんまり良くないんだよね。どうしても近いものをこうやって見るような形になってしまうので、できる限り遠くのものを見るような運転をした方がいいです。はい、ではまずですね、ブレーキを常に踏んでるってことが大事かな。ブレーキを踏んでる状態でドライブに入れてアクセルを落とすが基本です、はい、これ順番は、順番はオートマだから正直どっちでもいい。最初発進の時はこっち側の右側から来てるかなっていうのを確認するのに、後ろを見て前も見つつ、でサイドミラーも見つつで、いけるなっていうのを確認できたら発進、で最初発進の時はね、ブレーキを離してがもうドライブの状態で徐行のスピードで行けるので、ゆっくり、まあ、発進、そこからある程度前方後方車前後に詰まった状況でいないかなっていうところになってからアクセル踏み込んで発進するのがスマートかなと思います。で車線変更するときはね、結構前後の車のスピードに合わせてあげるっていうのがまず大事かも。後ろが速いスピードで来てるのに対して
そこに遅いスピードで車線変更しちゃうと結局割り込んじゃったみたいな形になっちゃって相手側もブレーキ踏まざるを得ない、うん、なんだこいつって思われちゃう、うん、前の車がちょっと自分よりも遅く走ってたとしても車線変更する前に一回スピードを緩めて同じぐらいの速度にしてから入ると後から詰まることもないし、うん、自分が事故っちゃう可能性もあるしね、うん、そうそうそう追突されちゃうかもしれないしね、うん、今進路変更しますね、まあ、前後後ろ斜め後ろね、がこう四角になってるんでまずそこを目視してから進路変更をする。周りを見てから進路変更をする。で大事なポイントは前と後ろのスピード感に合わせてから進路を変更する。これが大事、これが一番スマート。これから免許取る人とかってさ、こう何をやっていいかっていうのがなかなかさこうテンパっちゃうじゃん。だからこの一番大事なのはそういう時にスピードメーターをずっと見てないっていうことが大事かな。なんとなく60キロ台っていうところで感覚を合わせて覚えてるのが大事。信号待ちとかでニュートラルに人とかたまにいるけど、あニュートラルに入れてる方が進むっていうことがないから、うん、あ安心できる。そうけど、まあ、急な信号で急に青になったっていう時にさすぐ反応できないじゃん。やっぱりブレーキ踏んでドライブに入れてっていうことしなきゃいけないから、まあ、そういうのを防ぐ意味でもずっとドライブに入れてていいんじゃない。車線の真ん中も正確に意識した方がいい。基本的にはやっぱりシートポジションの話でもあるんだけど近くを見ないっていうところがめちゃくちゃ大事なの。できるだけ遠く。でこの車線の真ん中を走るかどうかっていうのはこれ慣れもあるんだけどこう周辺視野近いところのこういう白線だったりっていうのは流れる景色としてさなんとなくあここら辺だなっていうのを感じ取れてればいいから変に真ん中走らなきゃと思ってこう大丈夫かな右左に出てないかなとかって確認すると今度先が見えてなくてあここで曲がんなきゃとかっていうのが結構増えてきちゃうから。今止まる時とかもすごいスムーズだったけどこう結構初心者だとグワングワンってなっちゃったりするじゃん。そういうのもあるよね。どこから踏んだらいいかなとか意識してるところ意識は例えばだけど、まあ、50キロぐらいで進んでるとしましょう。この信号を過ぎて次の信号が赤だったとしたら5メーターぐらい経ったなって思ったらすぐこうブレーキに足を添えとく。でここねもう今ここぐらいからちょっとブレーキに足を添えとく。あーなるほど。手前からだ、ね、そう結構手前からブレーキをに足を添えててゆっくり本当にちょっと触れてるかなぐらいのブレーキのタッチでブレーキしてあげるとずっと同じぐらいのブレーキの強さで止まることができるから横に乗ってたらさ、うん、あ今止まったのって思っちゃうぐらいですよ。そうだね。左折するときにスムーズにスッと曲がれるためには意識することとかあるかな。基本的に左折するとき右折するとき基本全部そうだけど90度以上曲げなきゃいけないっていうところがあんまりないじゃん、うん、だから基本的にはハンドルのステアリング操作も100度ぐらいまでで収めとくっていうのが大事かも。今こうやって曲がるときとかも持ち替えない。どうしてもねみんなねああいう90度ぐらいのところでもめちゃめちゃ切るんだよね。あそうね切り替えこう持ち替えるというかハンドルを。そうするとこうワンワンってなっちゃう、ね、そうだね。スムーズにこう長く切ればいいだけなのにどうしてもこうブレちゃって曲がるときもやっぱ遠く見ることこれから行く先を見ることの方が。そうだね、うん、こうやって曲がるんだっていうところを見るようにするイメージ。ここをこうやって曲がるにはこういう風に曲がろうなっていうところをイメージしながらそこの目的地にただこう車をトレースするだけ。レースとか走るときはハンドルのどこら辺持ってる。いやもう本当にここで絶対こことか、うん、下とかは持たない。下持っちゃうと下この動きしかできないじゃん。ああそうだね。プロの世界でも上もそうだけど体がこう動いちゃう。
あ、そうだね、極端にブレちゃう、極端に言ったらさ、うん、こうブレちゃう、どうしてもやっぱもっと切りたいってなった時に、うん、体がこう動かして切るっていう風にどうしてもなっちゃうから、一番ここのさところに、このなんていうの、ステアリングのしっかりちゃんと持つところに親指を引っ掛けて他の指を添えるだけ、三軸字の位置に添えるだけっていうハンドルの持ち方が一番やっぱ綺麗に見えるし、一番いろんな動作に対して無理がない、うん、はい、ということで運転のシートポジションから基本的な運転操作までお送りしました。これからもですね、運転テクニックだったり、これの中級編みたいなところも出していこうかなと思っているので、皆さんチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それでは今日の授業を終了いたします。起立、気をつけ、ありがとうございました。